エンゼルス、走塁さえもまともにできない。エンゼルス対レイズ戦、2対4で2点ビハインドのエンゼルスは8回2アウト1塁の場面で果敢に盗塁を仕掛けた。盗塁を仕掛けたのはエンゼルスのジョー、アデル、レイズの投手が鋭い変化球を投げたこともあり、余裕でセーフになるタイミングだった。しかしアデルはなぜか2塁にスライディングせずにベースを離れ、タッチされて簡単にアウトになってしまった。アデルはこの試合今季初ホームランを打ったのに痛恨の走塁ミスをしてしまった。これにはエンゼルスのワシントン監督も怒りをあらわにして、チーム全員にとって恥ずかしいとコメントした。あ、なぜ駆け抜けた。草野球かよ。草野球でも2塁駆け抜けんやろ。レイズのキャッチャーめっちゃ爆笑してて草。まあ完全セーフのタイミングであんなことされてチェンジやから普通に嬉しいのと、何してあいつ笑いが重なったんやろな。俺たちのアデルは常に規格外。足出る。まだ25歳で若いんやね。しゃあないとはならんわな。このプレーは相変わらずやってるね。身体能力高いのになんかもうセンスだろうね。いつまでも変わんねんアデル。この選手エラーの常習犯なんやな。エラーがそこまで多いわけじゃない。どちらかというと守備範囲狭すぎ、クッション処理下手すぎ、肩も大したことない。で、味方に迷惑かけまくり。それ守備でもやらかしてりゃ監督切れるわな。めちゃくちゃつならまだしも、そこまででもない。でもそこそこ長打力はある。彼は DH 専属でやらせれば25本ぐらい打つ力あるよ。でも走塁が困難じゃ話にもならない。監督がアデルにお前はバロッテリかと怒ったのもうなずける。エンゼルスは打撃は良いよ。ただそれ以外全部悪い。トラニーがホームランマシーンとかすのもうなずけるわ。まあこういうところの意識やらな。意識とかそういうレベルじゃなくね。こんなの草野球の親父連中しかやらないプレー。補強しない限りは万年ビッグら深くて、トラウトさん去年の大谷と同じ苦悩を味わうだろうね。アデルはストイック大谷がいなくなって怒られることもないからのびのびやっとるんやろな。身体能力いいのに野球 IQ 低いんかな。野球 IQ じゃなくて IQ、 そもそもルールが分かってない。相変わらずプロ野球選手じゃないエンゼルス。管理人のつぶやき。今回はプロにしては珍しいミスを紹介しました。昨シーズン大谷の試合を結構見ていましたが、今回取り上げたアデルという選手のことは知りませんでした。こういうおっちょこちょい系の選手は見てる方としては面白いですよね。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。